はい、ドローンウォーカー編集長の吉崎と申します。はい、どうも、フリーダムビデオメーカーのことフワフィルムズのフワです。ちょっと最近始めたから、はい、まあいいよ、よろしくお願いします。はい、今回ですね、マビックミニを約1ヶ月使ってかな、結構使ってみてのレビューをしていきたいと思います。はい、すでにですね、マビックミニ発売されて、まあ、手に取ってもらった方も多いのかなというふうに思うんですけれども、私自身ですね、ちょっと先行して使わせていただいたので、すでに YouTube で鬼のようにですね、いろんな場所で空撮してきたので、そこを踏まえてのですね、レビューをしていきたいと思います。はい、はい、実際にですね、すでに YouTube で動画をいっぱい 2.7K30 フレームでいっぱい動画を上げてて、このですね、Mavic 2 Pro とも比較してるんですけれども、映像的にはどうでしょうね、結構綺麗、もうあんまパッと見ね、分かんないと思います。多分スマホとか、ね、はい、スマホぐらいだったらそんなに問題ないのかなっていうぐらいの画質で撮影できてるので、おそらくこれ見た皆さんはその結構比較動画も上げてるので、見て、ビッグミニでも十分ですねっていう意見も結構多かったりとか、やっぱりまだまだプロの方がすごいなって思う部分もあったりとかっていう部分はあるのかなっていうところですね。ただ価格がこれ約5万円でこっちが20万円ぐらいするので、4倍のコスパを考えるとやっぱり導入にはすごいいい最適なモデルなのかなっていうところですね。はい、続きまして、映像性能は多分そのこれからちょっとドローン始めてみたいって、空撮を始めてみたいって方にはちょうどいいスペックなんですけれども、今回ちょっと注意点をですね伝えていきたいなというふうに思います。今ですね、沖縄でいろんな場所でですね空撮してきました。他にもですね、滋賀県だったり、地元の愛知県でですね何箇所も空撮してきて、割とですね愛知、滋賀とそんなに風のない環境でドローン飛ばさせてもらったので、運用、飛行性能としては条件が良ければ1キロ先まで飛ばせれるっていうところ、これ多分見てた方びっくりされた方も多いのかなというふうに思います。他の方で結構検証が好きな方は 1.5 キロぐらいまで飛ばして帰ってきたっていう検証もあるぐらいなので、Wi-Fi の環境というかですね、拡張 Wi-Fi っていうですね伝送システム使ってるんですけれども、条件がいいと1キロぐらい飛ぶよっていうところで、飛行性能がかなり優秀だなっていうところですね。で、今回特にこの動画を撮った最大のこの理由っていうのがですね、風に対する抵抗力みたいなところですね。今の時期すごく沖縄めちゃめちゃ風が強くて、昨日おとついとか風速10メートルを余裕で超えるような状況ですね。で、実際風速10メートルでこれ飛ばしたんですけれども、この最大風のに対する抵抗力が 7.6 か 7.9 メートルぐらいなので、10メートル超えると墜落するんじゃないかと思う方もいるかもしれないんですけれども、墜落はしないかったです。はい、ただこのホバリング状態を維持するのにやっぱり風に流されたりとか、もしくはですね、ホバリングしてるんですけれども、ブワッと突風が吹くと急にモーターのパワーがブワッと回転して、なんとか姿勢を保とうとするっていう感じ、すごい結構ドローン自体がブルブル震えるような状態になりました。で、それ自体はですねすごい優秀だなと思うんですけれども、一番の注意ポイントは今沖縄だったんですけど、結構ですね海とか川とかで撮影する方多いと思うんですけれども、風向きにですねマジで気をつけてください。行きはですね、この向かい風ね、追い風でブワーッとですね行けても、はい、帰りが逆風だと非常に戻ってきづらくなるっていう事態があります。はい、で、戻りが遅くなるぐらいだったら、皆さんそんなギリギリまで飛ばす方いないと思うので、余裕を持って帰って、ちょっとぐらい逆風が吹いても戻っては来れるとは思うんですけれども、風速10メートル以上の環境下で、ちょっと地上というかですね、結構岩場に囲まれたようなところで、そんなに風がないかなというところでブワッとね海の方に向かって飛ばしたんですけれども、もうびっくりなことに帰り逆風で帰ってこれなかったんですよね。スポーツモードに切り替えて全力でこのスティックをスロットル全開にしてるんですけれども、全然戻ってこれない、むしろ、はい、距離がどんどん離れていく、めちゃめちゃ焦りますね、はっきり言って。風には注意という、ね、そうですね。で、どうしたかっていうと、離陸ポイントには着陸できなかったんですけれども、うまいことですね着地できるポイントを見つけて、そこまではなんとかその直進では戻ってこれなかったんですけれども、横向きにしたら戻ってくることができたので、なんとか横向きに向けて自分、操縦者も 500m ぐらい離れ始めたので、私自身 もう電装切れると本当にアウト、電装切れて
そうしたら勝手にリターンってフォームかかる可能性があるので、そうなっちゃうと離陸ポイントに無理やり戻ろうとしちゃうと、うん、それこそ不毛なバッテリーの消耗してしまうので、うん、私自身も慌ててドローに向かって走っていって、まあ、道路を渡ってという感じで走っていって、はい、まあ、ダーッとダッシュしながらドローンの様子を見ながら、なんとかですね、あのドローン安全に着陸できるポイントを見つけたので、うん、あのまあ画面上で着陸させて、まあ、それでも 300m ぐらい離れてたんですけれども、うん、最後自分もバーッと走ってなんとかドローン回収したっていう感じでしたね、はい、めちゃくちゃ焦りましたね私も結構ね、いろんなドローン飛ばしてきてるんですけれども、はい、あの風に流されると結構どうしようもないというか、はい、知り合いの方もですね、インスパイアついてですね、一番ハイエンドモデルを持ってて、うん、あの風が強すぎて戻ってきづらくなってしまって、なんていうか迂回して戻ってきたっていう例とか、あ、インスパでも、インスパ2でも風が強すぎてっていうのを聞いたことあります。あ、そうなんですね。そうだから、ね、風って結構ね、読みづらい部分があるので、はいはいはい、地上風が結構低くても上空になった瞬間風が吹き抜けてたりとか、うん、その地形によってはその上と下で傾きが変わってたりとかっていう部分があるので、これ運用する場合、あの本当に風向きにはすごく注意した方がいいのかなっていうところですね。うーん、割とこれ私もですね、これ結構使い始めて結構回数重ねてるので、うん、慣れてきた部分っていうところで慢心が出てしまった部分もあったんですけれども、うん、あの海側に向かって飛ばしたりとか山とかですね、戻ってこれないっていうリスクも常に考えておくっていうところ。 なるほど。なので文字通りですね、これスペック上 7. 点何メートルになってるので、うん、それ以上の環境下では飛ばさないというか、うん、何でしょう、体感でうわ風強いなって思う環境下では、うんうん、かなり慎重に運用した方がいいのかなというところですね。10メートル超えても墜落することはないのかなというところ、まあ、15メートルぐらいだと、ね、バランス崩して姿勢制御角度崩して落ちちゃうかもしれないんですけれども、うん、まあ、一緒に、ね、飛ばしたところってかなり強かったですもんね。僕はファントムその後飛ばしたのファントム4プロ、そうしたけど、ファントムでもギリギリ戻ってきたぐらい、ギリギリ戻ってきたぐらい。だからこれも本当に流されるのはすごいよくわかりますね。やっぱり全然4分の1ぐらいですもんね、ファントムと比べたら。パワフルさが、うん、パワフルさがね、まあどんなもんかわかんないですけど、そう、うん、やっぱ これ買って、これは結構風の暴風のところは本当になんか見ててですけど、客観的に、まあ、注意して飛ばさないとなんか流されて、例えば、まあ、民家の上に落ちちゃうとか、ちょっとね、なんか危ういところで飛ばしてると、なんか本当にその飛ばしちゃいけないところに入っちゃったりとかするので、そこはやっぱり注意が必要だなとはすごく思いましたね。そうですね、うん、これ本当過信すると本当に痛い目、まあ、相当ヒヤリハットというかですね、うん、あのもう終わったと思いました、はい、もう水に、最悪海に落ちると思ってたので、ギリギリでバッテリー残業 20% 以下ぐらいになって強制リターンとかもかかりそうになったところ、なんとか着陸したので、まあ、いい教訓というかですね、まあ、よくないんですけれども、まあ、私自身結構操縦時間、いろんな人に比べる、まあ、多くの方に比べると割とドローン操縦してる方だと思うんですけれども、あのやっぱり過信しすぎると怖いなという部分がありましたので、その辺りですね、注意していただければなというふうに思います。映像性能はさっきも紹介した通りですね、 YouTube だったりとか、かなりいいクオリティで映像は撮れると思いますので、うん、はい、確かに。なので、まあ、操縦してて慣れ始めた頃がですね、結構注意なので、風に対してはですね、うん、運用についてはあくまでそのやはり 200g 未満というかですね、うん、やっぱりこういった本格的というかですね、ハイエンドモデルに比べると劣る部分っていうのはですね、やっぱりあります、うん、で沖縄の映像でも Mavic 2 Pro で飛ばしている場所とこっちでは飛ばしてない場所があるんですけれども、やっぱり風が強いなと思ったらあの飛ばさないようにしてますね、うんうん、でその点やっぱり Mavic 2 Pro とかの方が、うん、Mavic 2とか Phantom とか、うん、上位モデルの方がいろんな環境、風が多少強い環境でも運用できるっていうメリットはありますので、はい、あのすごく差別化というかですね、うん、結構映像だけ見て Mavic Mini でいいやって思う方もいるかもしれないんですけれども、うん、まあ、仕事とか使う場合はですね、あのこういったモデルの方が飛ばせるその場所というか、うん、多少の風が強い環境下でこっちの方が全然パワフルに飛んでくれるので、うん、安心感が全然違います。なるほど。これ、ね、1ヶ月近く、ね、飛ばし比べてみて、うん、映像自体はですね、パッと YouTube 変わらないかもしれないんですけれども、全然違うなっていう部分はやっぱり強く強く感じてますので、はい、そのあたりですね、
紹介させていただきました。安全性がやっぱ全然違うんですね、うん、で特に空撮業務とかプロの仕事の現場の場合、うん、絶対墜落なんてさせられないもんで、うん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 、墜落させましたって言ってねテレビのロケとかで、うん、そっち回収しなきゃってなってるとまずいですよね。もうアホかって話になっちゃうので、うんうん、そう考えるとテレビのロケではこのではマービック2プロは使われるんですか。使われてますね。使われてます。さすがにこれはまだちょっと使うかもしれない。でも使えるレベルでは、まあ、営業性的には、まあまあ、人によってもこれマニュアルでしか撮影できないから、あ、じゃあオートでしか撮影できないから、ね、うん、そういった部分が気に食わなかったりとか。なるほど。ただテレビの、ね、ロケの人とかが一回スパーク持ってた、あ、そうですか、たので、はいはい、まあ、スパークとそんな変わらないから、はい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 、でテレビもフル HD で撮っても OK っていうパターン結構多かったりするから、まあまあ無理ではないけど、まあね、いろんな環境下でベストパフォーマンスを発揮するんだったら、うん、例えばね風速7メートルのところで飛ばさなきゃいけないってところで、うんうん、マビックミニで空撮の、ね、仕事をしますって言ってこれだけ持ってこられても、うん、多分そうですね。なんだこれって感じになっちゃう。確かにこのなんて見た目のあれはありますよね。そうですね。やっぱりこう仕事でちゃんと来てるなっていう、ね、信頼感とかはやっぱあるかなとは思います。そうですね。イメージ的にはもうスマホでも結構十分な、ね、うん、写真撮れるんですけれども、スマホ1台で映像制作の、ね、仕事しますって言ってね持ってこられるような感じなのかなってところなので、なるほど、ね、メインでこれ持ってきてて、うん、まあ、もしね万が一の時これをね条件良ければ飛ばすみたいな感じでなのかなっていうイメージでございます。はい、はい、というわけでですね、今回はマビックミニを買いました、1ヶ月かな、1ヶ月も使ってないか、半月ぐらいか、はい、使ってみてのレビューを紹介させていただきました、はい、なかなかね細かいスペック上だったりとか、なりますね、私の YouTube だけでは映像だけでは分かりにくい部分もですね、これから紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。